初代ハードウィック伯爵フィリップ・ヨークは、グレート・ブリテン王国の法律家、政治家。1737年から1756年まで、大法官を務めたほか、首相を2期務めた入閣する公爵の親友でもある。法律家のフィリップ・ヨークの息子として、ドーバーで生まれた。母のエリザベスは、リチャード・ギボン・オブ・ロル・ベン・デンの娘で相続人だった、こともあり、歴史家。 エドワード・ギーボンの家族と信仰を持った。国境会議記者のサミュエル・モーランドが運営するベスナル・グリーンの学校で教育を受けた。16歳の時、ロンドンのホルボーンにあるチャールズ・サルケルドの法律事務所に入った。1708年11月、ミドルテンプルに入り、サルケルドからマクルズ・フィールド伯爵に推薦され、伯爵の息子たちに法律を教える家庭教師になった。 1712年4月28日にフィリップ・ホームブレットという筆名でザ・スペクテーターに投稿したこともあったが早々に文学への興味を失いキャンベル男爵などにも芸術や著術への軽視を批判された。1715年ヨークは弁護士資格免許を得た。19世紀の法律家キャンベル男爵によるとヨークの昇進の早さはデビュー間もない弁護士としては異例であり、 さらに1718年に大法官に任命されたマクルズフィールド伯爵の公園で昇進がさらに早くなった。ヨークは王座裁判所から大法官府裁判所に移ったが、ウェスタン巡回裁判所での開業は続けた。翌年、ロバート・オール・ポールの家族が関心を寄せた裁判において、ヨークは裁判官の司法権に対する深い知識と研究を示し、 公平法専門の法律家としての名声を確立した。その後、ヨークは公平法の知識をさらに深め、ケームズ教への手紙でそれを示した。マクルズフィールド伯爵の入滑する公爵に対する影響力により、ヨークは1719年にルイス選挙区の代表として庶民院に入り、1720年には法務次官に任命され、喫爵に上された。 アタベリー陰謀事件に関連して、クリストファー・レイヤーがジャコバイトとして反逆罪で、訴追したことで、ヨークは法廷の有弁家としての名声を高めた。そして、法務総裁に任命された1723年には、庶民院でフランシス・アタベリーに対する刑罰法案を通過させた。1725年に、マクルズ・フィールド伯爵が弾劾されたとき、ヨークは、 白爵との友人関係もあって、国王代表として白爵を弾劾することを免除された。マクルズフィールド白爵に次ぐ、新しい講演者には入閣する公爵がつき、以降ヨークは入閣する公爵を支持した。1729年、ヨークはヨークタルボット奴隷制度意見書の著者の一人になった。この法的意見は、奴隷制度の適法性を確定するためであり、 ヨークとチャールズ・タルボット法務次官は、奴隷制度が適法であるとの見解を出した。意見書は広く散布、引用され、ヨークもパーン、V リール AMB75、27ER47 という裁判で裁判官として自身の見解を支持した。ウォルポール内閣に対しては外国への借款禁止、軍の規模拡大、消費税といった法案を支持することで貢献した。 1733年、ヨークは王座裁判所主席裁判官と数密コ顧問官に任命され、同時にハードウィック男爵に除された。1737年には、チャールズ・タルボットの後を継いで、大法官に任命され、ウォルポール内閣に入閣した。ハードウィックが就任して、最初に言ったことの一つは、タルボットによって任命された詩人ジェームズ・トムソンの、 職を解くことだった。ハードウィックは以降1756年まで大法官を務め、任期の長さは歴代2位となった。ハードウィックは貴族院に移ったことで政治における影響力が大きく増した。というのも入荷する公爵の能力が足りなかったため、ハードウィックが政府の施策を擁護するという責務を負ったからだった。1738年。 カードレッド男爵の軍隊人員削減法案に反対、ロバート・ジェンキンス船長の耳に関連するスペインに敵対的な法案にも反対した。しかしウォルポールが世論の圧力に屈してスペインに宣戦線復刻するとハードウィックは戦争遂行について主導的な攻撃を支持した。また入滑する公爵とウォルポールの間に不和が生じないよう取りなした。ホレス・ウォルポールは ウォルポールの失脚がハードウィックの裏切りによるものであると指摘したが、この指摘には根拠が足りない。次のウィルミントン内閣での大法官留任が決まった時、最も驚いたのがハードウィック自身だった。1742年5月、彼は演説でウォルポールの行為を証言する承認への保護に反対した。ハードウィックはウィルミントン内閣でも影響力を発揮したが、 1743年8月に首相ウィルミントン伯爵が死去すると首相職に就こうとしたウィリアム・パルトニーへの対抗馬としてヘンリー・ペラムを推した。これ以降、ハードウィックは政府を支配するほどの影響力を誇った。同時期には国王ジョージ2世がオーストリア継承戦争などで大陸ヨーロッパに向かい本国を留守することも多かったが、ハードウィックは 接生委員会の委員長を務めた。そのため、1745年ジャコバイト放棄への対処などの責任も負った。カロデンの戦いの後、ハードウィックはスコットランドのジャコバイト貴族の裁判を主催し、その採決は法的には公平だったものの品位もなければ寛大でもなかった。彼は反乱者への厳罰、特に長らく貢献喪失していた。 チャールズ・ラド・クリフの処刑とアーチボルド・キャメロン・オブ・ロキールの処刑には責任の一端を負わなければならない。1746年、ハードウィックは大規模な改革で土地を所有する紳士階級というスコットランドに残存していた封建階級を一掃した。しかし、1748年のハイランダー、武装解除とタータン仕立ての衣装の着用禁止という二つの立法については、 思考が難航し、実行がほとんどなかった。1751年のチェスターフィールド伯爵による歴法改革には指示したが、1753年のユダヤ人、帰化合法化法案は、世論の大騒ぎを引き起こして失敗した。同年に提出した1753年結婚法は、議会を通過。 以降の結婚法の基礎となった。1754年にペラムが死去すると、ハードウィックは入滑する公爵を首相に押し上げ、その謝礼として、ハードウィック伯爵とロイストン主爵に除された。1756年11月、内閣の弱体差と外国の脅威で、入滑する公爵が辞任を余儀なくされると、ハードウィックも下野した。1757年に、 入閣する公爵とウィリアム・ピットの連立政権交渉に関与、入閣もしたが、貴族院議長の職には戻らなかった。1760年にジョージ三世が即位した後、ハードウィックは1762年にビュート伯爵内閣によるフランスとの講話に反対、翌年のサイダー法にも反対した。ジョン・ウィルクスの裁判においては、一般逮捕状の発行に反対。 庶民委員議員による先導的な誹謗文書配布への議員特権適用にも反対した。1764年3月6日、ロンドンで死去した、ウィンポールホール2014年撮影。ヨークは1739年にケンブリッジシャーで最も大規模なカントリーハウスであるウィンポールホールを購入しており、死後は 先祖の多くと共にウィンポールのセントアンドリューチャーチヤードで埋葬された。白爵位は長男のフィリップが継承した。いとこの初代順団シャクサー・ウィリアム・ヨークはアイルランドで裁判官として出世、アイルランド上級裁判所を上級判事まで昇進した。1736年、ヨークが首席裁判官を務めた大座裁判所はミドルトン V ・クロフッツにあテック650の 裁判において地域主教会議で成立した教会法令自体は平身者を縛ることができないとの判決を下した。ヨークの判決は公平法の原則と限界を定めた。また彼の影響力により判事の間で残っていたスチュアート朝からの伝統が抹消されイギリスの判事の責務とあるべき態度が確立された。チェスターフィールド伯爵は 前任者たちの必要さと対比して、ヨークの卒業を称え、ヨーク自身を人情と節度のある、礼儀正しい人物と形容をした。フィリップ・ヨークの妻マーガレット・コークス。二人は五男二女を設けた。1719年5月16日、メアリー・コークスと結婚した。メアリーは、チャールズ・コックスと、妻、メアリーの娘であり、ウィリアム・ライゴンの未亡人だった。二人は五男二女を設けた。 ありがとうございます。